皆さんこんにちは、まめです。たまです。今回はまめたま2人どっちがうまいの料理対決。新しいで、今回の内容なんですけど、ダイエット料理をお互い作ります。そして現時点、俺もまめが何を作るか知らないし、まめも俺が何を作るかを知らないんです。これ強化する項目が3つあります。1つ目が時間、何分間で作れたかって、僕らもね結構時短メニューって超大事にしてるから、2つ目が味はお互い食べて、で5段階評価で評価していきます。で最後がタンパク質と脂質、やっぱり高タンパク低脂質、そこを評価して本当にダイエットに向いてる料理なのかっていうのを評価していきます。そしてそれぞれの評価全て5段階評価ですので、その合計値が高い方が勝ちとしたいんですけど、本当の評価は皆さんにしてもらおうかと思ってます。じゃあ今回はどっちが先に作るかっていうのをね、ルーレットで決めたいと思います。これでちょっとねやっていきたいと思います。おどっち？たま。おお、じゃあ俺が先行いくわ。オッケー。これね、高校のが有利なんだね。ハンマーの時間を見て、改めてさらに早くすることもできるから。まあ、ただそんな環境下でも、勝つんでね。ということで、早速、料理対決をしていきたいと思います、今回作るのは、ダイエット中でも食べれるヘルシーピザ。やっぱりピザってさ、もう僕らもそうだったんだけど、大会終わりにチートデイ。で、もうピザってみんな食べるんだよね。っていうことは、裏を返したら、ダイエット中に食べれないってイメージあると思うんですよ。ただ、そこを今回、高タンパク低脂質っていうところをもちろんクリアしながら、さらに簡単っていうところで作っていきます。材料を紹介します。今回ピザの元になるのが、業務用スーパーって言ってるトルティーヤ、鶏むね肉、低脂肪のツナ缶、カッテージチーズ、で、スイートコーン、ピザソース、あとは調味料ですね。塩コショウとマヨネーズ。これも低脂肪のやつ使ってます。いきますよ。オッケー、お願いします。3、2、1。よし。さあ。彼は何分でできるのか。まずはオーブンを温める。俺は推定時間5分から10分ぐらいなんで、プレッシャー与えてきますね彼ね。鶏むね肉ワンチャン食中毒、カレー当たってもいいか。今出たろ。私ピザってさ食えないもんね。食えないよね。食えない。そこをね今回食えるように抑えちゃったんですよ。で、なんだっけ？そして、あ、こっち、あ、違う違う、なんだ、ほら。あ、ツナバージョンもあるのね。そう、今回は2種類用意してるんで。なるほどね。そこに対してのね、満足感みたいなのもちょっとあるし、飽きないと。そう、あとは変な話、自分でのオリジナルメニューも作ってもらっていいかなって。なんか家にあるキムチとかでもいいなっていうのは。ああ、確かに。おし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 、トルティーヤで見つけちゃったわけですよ。なるほど。はい、ここからもうオーブンでいきまーす。頑張ります。よっ、オーブンいってらっしゃい。時間はどんどん過ぎてますよ。あと待ちだ。待ちの時間結構もったいないですね。僕の料理はね、待ちの時間ないですから。あ、くっそー。ちゃんとね、時間を有意義に使うっていう。ここでほら、待ち時間で俺片付けしちゃう。片付けた頃にはできててほしいな。ただいま5分経過でございます。5分経過？何？5分か。俺ワンチャン終わってっかもしれんな。推定よ、予想？推定は10分ぐらい。10分ぐらいね。10分超えちゃったらちょっと、やだな。じゃあと3分でできると。ちょっと待ってね、今確認してみ。あ、終わったな。何してんの？質問いいですか？あ、いいっすよ。胸肉オーブンで中まで火通るんですか？通ったんですよ。あ、通ったんですか？はい、あのうちのは10分で通りました。なんかお前大丈夫そう？あの、ちょっとドリンクポイント。昨日雨の中わざわざ業務用行きました。ガチ？はい。これあの裏話すると、このトルティーヤっていうのが冷凍トルティーヤなんだよ、全粒粉のトルティーヤもあるのよ。それだと
やっぱり GI 値が低いからさらに、ね、ダイエットに良かったんだけど、まずなかったと。探したらこれがね残りね2つあったの、冷凍コーナーに。おっと思って取ろうとしたんだけど、その前になんか他にないのかなと思って、全粒粉が違うところにあるのかなと思ってこうやってうろちょろしてたのね。あ、ねえよって戻ったら消えてんの2個。まずいってと思って、で店内で見たら、なんだろう、インドとかの人なのかなの女性の方がカゴの中にトルティーヤ2個入ってて、あの人だと思って、すいませんって言って譲ってもらえますか。ガチで言ってんの、ガチ。そしたら、あ、いいですよっていうか、ありがとうございますって言って感謝を述べて1個ゲットしました。めちゃめちゃ苦労してんじゃん。できるだけの努力は述べた。そうだよ、裏話しと。なに？来た？お、いけた！完成！完成だそうです。どうだ？お時間は18分54秒40です。とピザの完成。マメ様、大変長らくお待たせいたしました。待ちました、非常に。ヘルシーピザでございます。結構あれですね、なんか薄いですね。あ、結構薄ピザでやらせていただいてて、なんか、はい、食べづらいな。あ、食べづらいですか。なんか手間かかるですね。あ、できれば手間っていうワードは使わないですね。じゃあ、いただきます。はい、すいません、ちょっとよろしくお願いします。はい、いただきます。うまっ。おピザだわ。今回のこのポイント、低脂質高タンパク、これも無事クリアしてます。これどんな感じですか。今回のこの2枚のピザで脂質は5です。で、タンパク質も確か40いくつあります。おお。なんでここに関しては評価はマックスポイントいただけるかなっていうところです。優秀だね。いただきます。うん、おいしい。味はマジでおいしい。あ、うん、これにあるとね結構違うんですよ。あ、そうですよね。これ買ってきた評価ポイント高いですね。ありがとうございます。どうですかね、やっぱりピザといえばタバスコみたいなところもありますからね。うん、うまいね、これは。まず何と言っても、減量中でも食べれるのっていうこのピザ。ピザがやっぱ食べたいけど、どうしてもダイエット中で食べれないっていうところをぶち壊したっていうのが一つ目。確かにね。あと二つ目は、さらにちょっと油とか多くなっちゃうのかなっていう中で低脂質高タンパクは無事クリア。あと三つ目はね、やっぱり捉え方にもよると思うんだけど、基本的には乗せるだけで待ち時間っていうところなんで、さっきも言ったけどちょっとね、待ち時間とかには作業とか、まあ掃除とかそういうのはできる。これを減量済みクエリスになったら、それはいいね。で、点数書くわけですね。はい、決まりましたね。5段階評価でいきますよ、はい、じゃあ豆の点数まで3、2、1、どうぞ。4点ですね。僕も同じ4点、ちなみに1点足りなかった理由としては、足りなかった理由としては、美味しいんだけど、やっぱピザほどではない。ピザに限りなく近いけど、ピザほどではない。やっぱちょっとヘルシーさはやっぱあるよね。うん、ヘルシーさはある。ピザのさ、こってり感というか、そこがやっぱ足りてないなって俺も感じたんよ。だから、同じ理由っていうね。ただまあ、ダイエット中で食べれるってなったら良くない？いいね。あとは、一点マイナスした理由は、俺の方がマジで多分ガチでうまいから、もう負けてないぞっていう意味も込めて。なるほど。オッケー。まだ動画終わんないかも。なんかすげえ終わるような感じだけど、終わんない終わんない。ちょっと皆さん見ててください、最後まで。はい。で、作るものは、鶏チリです。鶏チリって何やと思った方もいると思うんですけど、中華でエビチリってあるじゃないですか。それをエビじゃなくて鶏を使った料理。材料はマジで簡単で、でかなりうまくできるんで、早速ね作っていきたいと思います。早速材料紹介をしていきます。もも肉、ケチャップ、パルスイート、鶏ガラスープ、醤油、豆板醤、一味もしくはチリペッパー、ニンニク、片栗粉です。準備はいいですか。はい、では3、2、1、スタート。まずはもも肉にこの片栗粉を入れていくんですよ。なんで入れるかっていうと、これやることですごい柔らかくなるんで、もう焼いちゃう。そうすると余裕があるということですか。あれ、あ、いいねいいね、そういうトラブル大好きね。このケチャップがマジでエビチリ感を出すのが超大事で、パラスイート大さじ1、小さじ1とかさ、大さじ2とかさ、めんどくさいじゃん。
めんどくさいね。ケチャップ大さじ3、パルセイト小さじ1、あと全部小さじ1です。醤油小さじ1、豆板醤小さじ1、ガラスープを小さじ1。もう入った。あとはここね、大事、チリペッパー、これをここで入れとくと辛みが増すんで。で、水が100ミリ混ぜて、あとこれ入れて完成です。マジ簡単で、本当はなんかネギとか入れたら美味しいんですけど、まあ、今回時短でダイエット、まあ、僕らの視聴者って結構男性が多いんで、まあ面倒くさいの、野菜切るのだけど、最低限の料理でうまいエビチリを切りたいという人の料理です。これ胸肉でもね全然いいと思うんですけど、ちょっとねもも肉の方が美味しいんで。確かにもものはうまいだろうな。これを入れていくと、本当はニンニクとかも生ニンニクを使いたいんですけど、切るのが面倒なんで、今回はこのスライスニンニクで炒めたら、もうね一番大事なこととろみをつけるんですよ。これが小さじ1、水小さじ1、これも覚えやすい。なるほど。火を一旦かなり弱火にします。弱火にしてこれを入れて一気に混ぜると、ほう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 、うん、完成ですね。おお、止めていいですか。はい、タイムは8分15。完成です。鶏チリ完成です。おー、めちゃめちゃエビチリっぽい。いただきます。味はね、自信あるんですよ。ちなみにこれ PF はどんな感じですか。PF ね、タンパクと脂質か。はい、タンパク質44、気になる脂肪の脂質9です。で、これのおすすめポイントというか、うん、確かに今ね PR 時間ですから、僕が食べてる間は材料とにかく簡単、うんうん、もも肉さえあれば正直できちゃうんで、あとまあケチャップとかさ、醤油とかさは多分どこの家庭でもあるじゃん。結構料理動画とか見てると大さじ3とか小さじ3とかなんか、うん、なんか2とかさ、なんか2とかさ、もう分かんないのよ正直、うん、男からしたら。それをもうなんか試作段階で分かりやすい、その誰でも覚えられるような感じにしたんですよね。PR は以上です。以上です。もう確かにね、美味しいよ。エビチリ、みたいなところの味、あのケチャップ感があって、ちょっと辛みがあって、甘辛いタレ、っていうのの再現度は高い、まあそれを踏まえた上で、そうですね、評価をしていきます。はい、自己評価はすごい高いものですけど、他者評価はいかに。決まりました。はい、3、2、1、どうぞ。4.5点。おー、これにはちょっと理由がございます。はい、僕は一つ思ったわけですよ、はい、ネギと白ごまとかがあったらもう比較的完璧だったから。そうだね、タイマーが8分ぐらいだったら、10分でもいいから俺はそれが欲しかった。あー、なるほどね、はいはいはい、そしたらもうザ・中華みたいなさ、完成形ってなったらもう5だね。なるほどね、なんか次回よりも俺そっち欲しいなって個人的な感想。それはね、俺も分かった、あえてそうしたの。青ネギとかの、あの切ってるやつだったね。ああ、確かあれよかったね。あれとなんかごまをパラパラーってかけるぐらい。確かに。あれあったらもう、めっちゃうまい。確かにね。それあれくらいだったらさ、ニンニクスライスみたいな感じ。確かに。超楽かもしれない。その規定はなかったな。まあ。これ5。僕らの点数を参考にしながら、はい、皆さんがどっちを食べたいと思ったのか、それを踏まえた上で、YouTube コミュニティの方のアンケート、もしくはコメント欄の方でください。と、いうことで今回の料理対決どうでしたでしょうか、はい、僕らもね、今いろいろこう企画を練ってる段階で、皆さんが楽しんでもらえる、かつ僕らも楽しいというような企画を練っていますんで、今後もこう2人のね対決を見てみたいという方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。めちゃくちゃ負けた感出てる。なんか負のオーラまとってる。あ、キッさんもあったよ。なんか生意気だな、普通に。
筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。